おはようございます。速稼塾の久保でございます。北海道からいつもメッセージありがとうございます。まあね、花山さんね、自分の喜んでくださる人がいる、その人の喜ぶことをするのが幸せだというねことだったと思いますけども、非常に素晴らしいんじゃないですか。で、そのね、メンバーさんも花山さんのクラブに入れて、そしてしかも会いに来ていただいて、非常に喜んでるんじゃないかなと思います。こういうふうにお互いがお互いを補完し合う関係とかね、お互いを喜ばしてる関係がとってもいいなと。私のビジネスの概念で言うと、ビジネスは提供と感謝なんですよね。お互いに何かを差し出して、お互いに感謝をいただいていると感じているということで、素晴らしい関係がそこにあるんではないかなと思います。まあ、そうなってくるとね、情報発信者、我々はね、花山さんも私もですけども、発信して受け取ってくださっていることが本当に喜びであり、恩人ですよね。受け取っていただいている方、情報を見てくださっている方、もはやどんな動画を上げても再生数ゼロってことはないと思います。そこには必ず一人以上の視聴者さんがいるんですよ。いやだからね、見てくださっている方が恩人なんですよ。本当に私たちの暮らしや精神を支えてくれていると言ってもいいと思います。何気ないコメントの一つがね、どれだけ私たちをね喜ばしているかという意味では、コメントを書く人って、人を喜ばしている、人を幸せにしている人なんですよね。まあ、テーマによってはね、本当に生活困窮に陥った方がコメントにその辛さとかね、窮状とか、そして励ましとかを書いてくださってます。まあ、その一つ一つが私たち、そしてひいては他の人たちをね、ものすごく、助けていることになるんですよね。いや、これをね実感できるのが私たち情報発信者の本当救いですよ。中にはね、心ないコメントもありますけども、そんなコメントなんて気にならないぐらい多くの方のお気持ちがね、本当にいただけてありがたいなと思っているばかりでございます。本当にありがとうございますと言わせていただきたいですね。で、今回北海道に行かれたわけですけども、まあ私もね、47都道府県行く中で北海道は何度かお伺いしたんですけどね、普段 YouTube でコンタクト取ってるだけあって、いつも身近ですよね。で、今年はね、特に状況違うんですよね。まあやっぱり移動することとか人と接触することがあんまり進められてない時期だと思うんですよ。だからこそお会いできるっていうこの奇跡がね、さらに価値を増しているのかなと思います。まあ会わなくてもリモートでいいじゃないかとかね、 YouTube や Zoom でいいじゃないかっていうところもありますけども、やっぱり 100% そうはいかないんですよ。やっぱりわずかにね、出会えるっていう環境に私たちは本当にこう嬉しさをね、もうひとしおですよね。奇妙なもんで、通常は、出会った時がスタートなんですけども、 YouTube からスタートっていうね、この新しい信頼関係の築き方、それにいち早く乗れた花山さんはとっても素敵なんじゃないかなと思いますし、私と同じ年代でね、 YouTube を始められた方もこう言い知れようのない感動に、気づいたんじゃないかなと思うんですよ。こういうふうな形でテクノロジーが私たちの文化を変えていくんだなというところでございますね。やっぱり文化っていうのはね、精神が変えていくところもありますけども、テクノロジーによってそれが可能になることもあると思います。というところでね、テクノロジーというキーワードに入ってきました。令和3年、新しいテクノロジーがまたこの私たちの精神を変えていくと思いますけども、それはどんなところからねやってくると思いますか。やっぱビジネスをやってる上で、どんなテクノロジーが流行っていくかっていうのは非常に重要なことだと思うんですよ。その辺、花山さんはね、どういうふうに感じているのか、ちょっと聞いてみたいなと思います。で、私はですね、マイナンバーカードについてのテクノロジーが一気にね、見直されると思います。例えばね、引っ越しをした時に、転入届、転出届、ガス、水道、電気、こんな手続きいちいちやるのものすごいめんどくさいですよね。でも、マイナンバーカードがあれば、それは一発で終わるというよりも、ユーザーさんは何もしなくても勝手に終わるってことになるんですよ。それはどういうことかっていうと、電気、水道、ガス、銀行、その他保険証、市役所、区役所、こういったものにマイナンバーを使ってもいいですよっていうふうなチェックマークにチェックを入れるだけで、そのそれぞれの役所はですね、毎月でも毎年でも毎日でも勝手にマイナンバーにアクセスして、新しく更新された情報をどん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 上書きしていくっていうことになるんですよね。これは今のテクノロジーで可能なんですよ。政治がそれを OK とすればいいだけなんですよね。そしてこのためにもうすでに河野大臣は動いてくださってます。今年中に完成するかどうか分かりませんけども、そちらの方に向かっていますので、まあ、遅くても来年にはそれが可能になるんじゃないかなと思うんですよ。
そうなるとマイナンバーカードを持った人はものすごくね負担が減って人生の時間が増えると思うんですね。それによってマイナンバーカードもいいかもしれないなと思う方がこれから出てくるんじゃないかなと思います。場合によってはね、納税とかそれから今回みたいな給付金もそのマイナンバーカードによって自動的に行われる可能性もあるんですよね。というよりもそれは技術的には可能なんですよ。だからテクノロジーでは可能なのに市民感情、国民感情でできないものと政治判断が遅くてできないものと、この2つがあるんですよね。まあ、ですので私たちは YouTube などで自分の気持ちを発信していくってことが大事になるんですよ。多分今私がマイナンバーカードのことで話したことによってもちょっと気持ちが変わった方いると思うんですよ。マイナンバーカードのセキュリティはどうなのとか、なんか国に全部を握られちゃうんじゃないのって思いますけども、隠すことが何もなければ国にどんな情報を持ってかれても全然大丈夫です。まあ納税をね一番心配されている方いると思いますけども、普段からまともに納税していればそれこそね自動的にやっていただけるんでしたらもうね追徴課税とかもないですし税務調査もなくなるんですよ。こんなにいいことはないなと思いますよね。高額納税者になればなるほど税務申告の漏れっていうのを指摘される可能性があります。税金をあまり払わない方、年間で数百万円程度までは税務調査ってほとんど入らないです。でも1000万超えてくるとね税務調査でさらに払えてくるんですよ。もう本当に税金払えば払うほどもっと払えてくるわけですからやってられないですよね。それは自分が納税の申告をするとミスがあるっていうふうに納税者もそして税務署も両方とも共通認識として潜在的にあるからなんですよね。そこをついてくるんですよ、うん、で税金について私たちはそこまで詳しくないです。だから税金の専門家たる国税局に言われれば言われた通りに払うっていう流れができちゃうんですよね。いやーこれもねテクノロジーによって変わるといいなと思います。ということでいってらっしゃい。